何人抜いたか覚えていない17人抜きの新生ドルーリー・シュエリ選手、中学3年生に有森優子さん、五輪選手になれるような体の素質がある。昨日、1月15日、京都市で行われた全国女子駅伝で、岡山からニューヒロインが誕生しました。3区を走った津山市の中学3年生ドルーリー・シュエリ、シエリ選手が、17人抜きの回想を見せ、区間新記録を打ち立てました。 中学生から社会人までが一本のタスキをつなぐ全国女子駅伝38位でタスキを受け取ったドルーリー・シュエリ選手はわずか3キロの間に17人を抜き順位を21位に上げ9分02秒の区間新記録を受立する見事な走りを見せました津山市立鶴山中学校3年ドルーリー・シュエリ選手一人でも多く抜いて岡山県チームに少しでも勢いづけられる走りができたらなと思っていました何人抜いたか覚えている いや、覚えていないです。津山市から誕生したニューヒロインに、地元からは喜びの声が。地元の人、地元の選手が活躍するのは大変嬉しい。解説者の話を聞いていたら、鳥肌が立ってきた、見ました見ました。すごい、津山からすごいマラソン選手が出た、すごいと思います。規格外の圧倒的な走りを見せた新星に、五輪に大会連続メダリストで岡山市出身の有森優子さんは、 RSK 山陽放送の取材に対して。